こんにちは、指助たくまです。ということで今日は指助のデッキテープの貼り方やっていきましょう。最初はまあ難しいと思うんですけど、コツをつかめば簡単に誰でもできるので、それでは早速やっていきましょう。はい、ということでそれじゃあ早速やっていきます。で、今日使うデッキはテックデッキですね。これにデッキテープを貼っていきます。で、使うデッキテープはウッドグラブです。1年ぐらい前から、サポートしてもらってるスロバキアのブランドなんですけど、こういうデッキとかウィールとかトラックも出してるので、デック僕のクーポンコードクーマ10っていうのを売ってもらうと、あの 10% オフで買えるので、ぜひ購入してみてください。概要欄にあのショップのリンク貼っておきます。で、デッキテープ貼るときに用意してもらいたいのが、まあ、ヤスリとかハサミとかの棒状のなんかものですね。で、あとデッキテープ削ってたらあのゴミが出るんで、ティッシュ敷いてやりましょう。じゃあそれじゃあ早速やっていきます。で、まずデッキテープ、はい、で、はい、でもらってそのまま貼っていきます。で、デッキテープ一旦この状態で、このテールとノーズのもらって、でちゃんとこのいい位置に貼れてるかどうか、このデッキテープがずれてないかどうか確認してもらって、で、手で、あ、お、外れた。で、こう、いや、一旦貼って、空気をね、ここに空気が入ってたら隙間が出てしまうんで、ここちょっと隙間が空いてると思うんですけど、隙間を手でこう押して空気を抜く。で、こっからこれができたらデッキテープを削っていくんですけど、ハサミとかまあヤスリでもいくんですけど、一旦ハサミでやりたいと思います。で、ハサミでやるのはこっちのこの刃の方じゃなくて、この刃じゃない方、逆の方なんですけど、刃の方でやったらこう刃なんで、デッキテープが削れてこう変にミスってしまったりするんで、端じゃない方でやっていきます。じゃあやっていきます。で、こういう風にやっていくんですけど、ハサミとかこの棒状のものでこう斜めにして、ちょっと素早くこう削る。ゆっくりやるとなんかこううまくいかない。ゆっくり丁寧に削ってしまうと、デッキテープは綺麗に削れないっていうことがあるので、素早くやっていきます。こういう感じで綺麗に削れます。次はヤスリでやっていきます。ヤスリもやり方は同じですね。斜めにして素早く削っていくだけです。こういう感じで結構ゴミが出てくるので、ティッシュはまあ引いておいた方がいいかなと思います。で、ティッシュ引いて、このまま丸めて捨てたら、そのままゴミに捨てるので机がそんなに汚くならないので、ティッシュ引いておくことをおすすめです。はい、綺麗にデッキテープを貼れたんで、これでちょっと指付けやっていきましょう。
はい、ということで今日はデッキテープの貼り方っていう動画だったんですけど、まあ、さっきも言ったようにポイントとしてはデッキに対して斜めで素早く削っていくことだけなので、まあ全然難しくないのでやってみてください。で、この動画が良かったらグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。で、僕はインスタグラムも TikTok もやってるので、ぜひフォローよろしくお願いします。バイバイ。